食べてってください。いいの？何がいいんですか？ハニー？うん、そうだけ。山田君、これじゃあ2つ。だって、ホテルから入れてきますか？うん。1300円ですね。柔らかいんですか？これがのしいみたいな。これが見た目もいいですか？うん。大丈夫？最高だってコメントになった方がいい。テレビは出ましたよ。こんなスタジオでやばいの食ったことないよね。柔らかいの道だけですから。食べろ食べろって言ってんの。こっち食べろ食べろ。どうぞ。どうぞ。試食あるんで食べて。はい。うん。美味しいってください。食べてください。
スタジオを行って、その時はどら焼きっておばしゃるじゃないですか。あれを作ってくれる。結構、そういう仕事も多いんですよ。一応芸能人、芸能プロダクション入ってる。なんだっけ、石原くんだ。くだらねえ。職人歴がもう60年以上ですから。83歳そうなんですか。16から16からずっと。なかなかだよね。子供もできちゃうんで、何でも作るからね。真剣になっちゃった。だって衣装にとってんだもん。これはもう真剣になんねこう。会社でも同じこういう風にしか作れないんで、機械だと硬くなっちゃう。あ、手で作るんですか。で、一応この茨城県のお土産っていうそのお菓子で登録されてるんで。ルーツは江戸時代。名前って何ですか。吉原殿中、吉原さんって女中さんが、あの徳川の成明公の女中さんでいて、いやいや分かる、徳川ね、分かりますよね。残ったご飯がもったいないって言って飴と絡めたのがこれの始まりなんで、歴史ルーツは江戸時代。そこからお土産菓子、はい、にしてもずっと残ってる伝統的な、はい、僕らも製造元なんで作ってるんで、工場で、はい、こういう風にしてみます。これはもう名物です。だから北海道とか沖縄にも送ったり、そのスーパーさんとか結構人気があるんで。美味しかった。ああ、もう食べてた。こういう、もう一回ね、飽きが来ないですよね。外人さんとかもあんまりこれ癖があるものじゃないから。大きいのは味でっぺけど。そういうのもカットカットになってる。親方なんか小指ぐらいじゃないですか。ね、これなんだか分かんない。これこっちこう。お母さんに言われちゃった。お母さんに言われちゃった。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこれ送ったらね、びっくりするでしょうね。こういう職人いないの。有名になっちゃうどうすんの？サインくださいなんてね、石原くんだから。めっちゃ見るよ。うん。あ、食べてる。食べてる。めっちゃ食べる。食べる。いいよ。いただきます。ほらお姉ちゃんも自分で取ってた。自分で取ってた。一口な。よし。手振り。電柱。食べな。どうぞ食べてってください。はい、どうぞ。見た時は。
ありがとうございました。